マチュー・シェリットは M- というアーティスト名で活躍するフランス生まれのシンガーソングライター、ミュージシャン、歌手、作曲家。1971年にフランスのパリ市郊外の町ブローニュ=ビアンクールに生まれる。父親は同じくシンガーソングライターであるルイ・シェリット。父方の祖母のアンドレ・シェリットはフランス人とエジプト人の両親のもとにレバノンに生まれた文筆家であった。また、姉のエミリー・シェリットは映画監督であり、妹のアンラ・シェリットはナガというグループで活躍するミュージシャンである。芸術的要素が溢れた家庭環境の中で生まれ育った影響から、早くから音楽に興味を示す。ジュリアン・ベルジー、ピエール・スーションやマシュー・ブーゲルツらと共に、複数のバンド活動を経験。その後、幼馴染の協力を得て、アーティスト M- の世界観が構築されることとなる。ミュージシャンとしての経歴は、様々な著名アーティストとの楽曲制作、コンサート共演を経て広がってゆく。シェリット本人はギタリストでもあり、ジミー・ヘンドリックスの崇拝者としても知られている。ヴァネッサ・パラディとシェリット・ヴァネッサ・パラディへの楽曲提供の折に、彼女のツアーにギタリストとして参加をしたこともある。1997年にソロとしてのファーストアルバム、レ・バプテムを発表。M- の髪型この頃から、M- をかたどった髪型に奇抜なコスチュームを身につけ、パフォーマンスを行うようになる。アーティスト M- はマチュー・シェリットの人格を含んだ他の人格であり、M- がシェリットに他にはない世界観を表現するために自身を解き放つことを可能にした。当初は小さな会場でのライブ活動を始め、徐々にアーティスト M- の価値が評価されていく。ヴァネッサ・パラディとのコラボレーションを経た後の1999年にセカンドアルバムジュディス・Mを発表し、同アルバムの売上枚数は20万枚以上を記録した。4年後の2003年には初の試みとなる実験音楽を収録したアルバムラボ Mを発表。同アルバムに収録されている楽曲のほとんどは器楽曲で構成されている。同年秋には3枚目のオリジナルアルバム、クイデヌールを発表。サードアルバムを引っ提げ行われたツアーは大成功を収め、最大2万300人の収容人数を誇るパリ・ヴェルシーにあるコー・ホーテルズ・アレーナでの3度の公演は前売りの段階でほぼ完売となった。2009年には4枚目のアルバム、Mister Mystèreを発表。この頃からトレードマークであった髪型と、奇抜な格好のスタイルから変化をしていく。2012年には5枚目のアルバムとなるÎlを発表。翌年2013年には同アルバムを引っ提げてのツアーを決行。このツアーではボーカルギターソロに M-、フルスケールギターベースにブラッド・トーマス・アクリー、ドラムにローレンス・クレイという少人数のバンド構成でありながら、彼らが披露する演奏内容の質の高さからパワートリオと称された。2014年には中国のグループ AM444 とのコラボレーションを行うなど M- の活躍は限りなく変化を続け止まることを知らない。アルビでのライブシェリット自身は当初から日本での展開に多大な興味を示しており、2013年には来日公演と日本でのアルバムリリースを強く希望し、日本の音楽業界の関心を引くための試みがなされたが実現には至らなかった。シェリットは最終的に自身の中国での展開における興行主Kaiguan Cultureと共同制作で2016年3月28日に初の来日ショーケースライブを行った。この時のライブでは仏教音楽家の松島隆海による読経及び木魚などの仏教楽器のほか、和太鼓パフォーマー、無限による和太鼓とのコラボ演奏を1曲ずつ行っている。同時期にユニバーサルミュージックジャパンより過去のヒット曲を収録したコンピレーションアルバムのデジタル版が発売された。2000年、2005年、2007年、2011年、2012年、2014年、マチュー・シェリットはフランスのグラミー賞と称されるレ・ビクトワー・デ・ラ・ミュージック、ビクトワール・ド・ラ・ミュージックの各賞計9つを受賞し、過去受賞者の中で12人目に多く、賞を受賞している一人である。ありがとうございます。